はい、皆さんこんにちは。ワンダリグルビジです。では今回は、提督の決断法、パワーアップキットをやっていきたいと思うんですが、これまでね、このチャンネルでは主に PC 版でプレイをしていたんですけども、今回はね、PS2 版をやっていきたいと思います。PS2 版もね、何回かプレイしているので、もしかしたらご覧になられた方いらっしゃるかもしれないんですが、PS2 版はあまりやっていないので、少し丁寧めにね、プレイの方はしていきたいというふうに思っています。では早速、設定画面の方入っていきましょう。で、今までね、PC 版の方では空母禁止とか、いろいろ縛りプレイなんかもやってきたと思うんですけども、 PS 版は、今回ノーマル、至ってベーシックにプレイの方はしていきたいと思いますので、設定はご覧の設定で進めていきたいと思います。Thank you. で、シナリオの選択4つあるんですけども、今回はね、軍浪作戦でいきましょう。では早速軍浪作戦の内容を見ていきます。1929年に発生した世界恐慌は瞬く間に世界へと波及した。不況にあえぐ各国政府は国民の不満をそらそうと強硬な対外政策を取る。だがそれは国家間の緊張を高め、軍備拡張を促すことにつながった。第一次世界大戦の敗戦国ドイツはベルサイユ条約を破棄し、 Z 計画に基づく海軍再建を開始した。1939年半ば、ドイツの潜水艦 U ボートは数こそ多くなかったものの、すでにイギリスにとっては脅威となっていた。はい、早速軍浪作戦の中身見ていただいたんですけども、PC 版ね、プレイされた方、あるいは見ていただいた方は気づかれた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、内容は全く同じです。ただし、内容解説の読み上げ音声が入っているというところですね。では今回は、冒頭お話した通り、1939年9月軍浪作戦、こちらを選択していきたいというふうに思います。で、陣営選択、国選択なんですけども、ここはね、日本でプレイしていきましょう。で、他の国々の備蓄状況を簡単に見ましょう。まずアメリカ、ご覧のように日本と比べた場合ですね、おおよそ倍です。で、ドイツは日本に近い状況なんですが、鉄がすごく多いという状態ですね。で、驚異的なのがイギリス、もう日本の3倍から4倍という国力を誇っている。これらのね、大国相手に日本がどうプレーしていくのかというところになると思います。で、陣営の選択、これはね、デフォルトでいきましょう。日本とドイツ、これが枢軸で、アメリカとイギリス、これが連合軍というデフォルトの設定、史実に近い設定でプレイの方はしていきましょう。さあ、軍令部より報告。本日未明、大英帝国がドイツに対し宣戦を布告。これに対し、アメリカ大統領はイギリスを支持する声明を発表、開戦の準備を始めたようです。我が国も早急に参戦し、ドイツを支援しなければなりません。ということで、開戦の時期はね、僕の方に記入されているという状態になります。開戦の準備が整い次第、敵国の海域へと進行と。それに伴って外務省が宣戦布告の手続きを行うという流れが書かれていました。では早速本編の方を始めていきましょう。航空交渉よりの航空機の開発が可能という報告が入っていますので見ていきます。冷戦の2型と9級の艦爆、それに一式の立候についてですね。では1個ずつ見ていきましょう、せっかくなんで。まずは冷戦の2型ですね。開発期間の開発資金、それと生産に必要な資金とアルミはご覧の通り画面に出ています。で、能力もね、ここで出ています。空戦能力が C で、爆撃能力は E。これはね、120キロ爆弾で急降下も積んでいないので、当然 E の評価になるのかなということで、ここで簡単にね、その性能を見ることもできるというところになります。で、説明もここにちゃんと出てくるということですね。冷戦ご存知の方も多いと思うんですが、特にドッグファイトに強くて制空権を取るのは得意だったものの、被弾に弱いということで消耗も激しかった戦闘機だと言われているこの冷戦の21型。この後32型、52型と作っていくためには冷戦の21型の開発は必要なので、これはね、開発をしていきましょう。で、あとは99式の艦爆です。で、爆弾はね、250キロの爆弾なんで、冷戦の21型よりは大きい爆弾積めるんですが、でも250キロの爆弾なんでね、なかなか厳しいですが、急降下爆撃ができるので、その点はね、21よりはるかに爆撃能力が優秀だと思います。で、ここにも説明書いてありますけど、急降下爆撃って言ってみれば敵の戦艦にぶっ込んでいく、突っ込んでいくと
という動きになるので、まあ、敵の対空砲火にさらされるという意味ではね、これも消耗が激しかったと言われている戦法ですね。で、一式の立功なんですけども、一式の立功はね、空母に搭載できないと今画面出てますけどもできないので、まあ優先順位は低めというところになるかなと思います。ただし1トン爆弾積んでるんで、急降下爆撃はできないまでも敵基地の攻撃にはね、かなり有力かなと。あと魚雷も搭載できるというタイプになります。で、零式の推定ですね、これはその通り水上の偵察機になります。じゃあ今回は冷戦の21型これをね開発していきましょうというところで後々を入れていきます。でまずは早速今見たね兵器の開発を行っていきましょう。航空機委任を解除して艦上の戦闘機の21型これ生産するために開発を行っていきましょう。で同じくね、艦上の爆撃機救急の艦爆これも開発します。で艦型なんですけども、ここも戦艦がね、海大和型が作れるようになってますので、海大和型作っていきましょう。で海大和型と大和型の何が違うのっていうところなんですけども、まあ対空攻撃力ですね、攻殻砲24機機銃150も出てますが、これで対空攻撃が A になっていますね。この海大和型も開発に入ります。であとはですね、空母この比較型はね、いわゆる即席空母で53機搭載できるものなんですけども、今回はね雲流型こちらを開発していきましょう。63機搭載ができて対空攻撃は A、 まだね装甲は貧弱です。ミッドウェー海戦後急遽15隻の建造決まった中の中型正規空母ということですね。まあミッドウェーではね、ご存知の方多いと思うんですけども、空母一気に喪失したという中で、急遽ね空母が必要になったというところで、建造が決まった空母雲流型です。これを開発していきましょう。さあではその他の部分見ていきます。まずは技術投資ですね。お金があるうちはもうドカスカ入れていきます。お金がなくなる時期もあると思うので、ある時にできるだけ入れていきましょう。で物資の援助は石油が欲しいので、ドイツにダメ元で資金1000を与えて何かをもらいましょう。石油だったらラッキーというところですね。で続いてじゃあ艦隊を動かしていきます。まずは艦隊の編成からしていきましょう。第1、第3、第12、第15、16は空きですね。で未配備艦があるという状況なので、まずは未配備艦を第1艦隊に配備します。何を配備するかというと1隻軽空母ですね、これを配備しちゃいましょう。で第1艦隊に提督を乗せていきましょう。でこの第1艦隊はね、この後南シナ海へと侵入してもらって提督を任命していきます。第一艦隊には、長門や伊勢に乗せたいので、一旦ここはね、井上さんを軽空母に乗せちゃう。いや井上さん軽空母もったいないね、やめよう。B ぐらいの人あまりいないな、高木さんに乗ってもらおう。で先にね戦艦に乗せていっちゃいましょう、人を。あるいは空母にね、飛龍型、飛龍にはやっぱり山口多門でしょう。総龍にはそうだな、中将以上は乗せたくないので、ここは井上さんに乗ってもらいます。中将はやっぱり戦艦に乗ってもらいたいのでね。で加賀にはそうだな、小沢さん。で赤城には史実通り南雲さんに乗ってもらいましょう。一旦戦艦に人を乗せていきたいので、これで進めていきます。で金剛、金剛、金剛、金剛だな。金剛にはじゃあ近藤さんで、沖縄にもね艦隊入ってるので、沖縄の艦隊にも
提督を任命します。第二艦隊リセ、そう、まあ、ここは伊勢に高須さんに乗ってもらう。であとはね、従順とかに適当に人を割り振っていきましょう。第13艦隊は先にねちょっと移動だけさせちゃいますね。第13艦隊はトラック沖に移動させましょう。トラック沖でね集結させます。で第一艦隊は一旦沖縄に集結させます。で空母艦隊はトラック沖へ。で第12艦隊も沖縄へ移動します。で他はね、ここマレー沖に艦隊入ってるんですけど、この艦隊は一旦このままですね止め置きます。ではターンを一旦進めちゃいましょう。通信技術の支援か石油が欲しかったんですが、当てが外れましたね。しょうがない。でこのターンで南シナ海に突入して海戦をしていきます。兵器開発はね特にないので、技術支援を同じく1000ずつ入れていきましょう。お金があるうちには惜しまず投入です。で物資援助はまたね石油をくれるんじゃないかと期待して資金1000をドイツへ供与。で艦隊ですね、ってとこに任命していきます。先に生産を忘れないうちにやっとこう。生産はですね建造で戦艦を2隻、ここは速度はあまりいらないので、どのタイプを作るかというところだけなんですけども、長戸型をね、2隻作りましょう。で名前は自動で付けてくれるので便利です。で従順も2隻作ります。速度はいらないので、単純に対艦攻撃力がそれなりに出る最上型でいきましょう。これを4隻で軽巡ですね、これも速度はいらないので6隻作ります。名前をね勝手につけてくれるって本当にありがたいですよね。一個一個作らなくて済むっていう。でそれに随伴する駆逐艦ですね、ここも速度はいらないので速度ではなくて安いものを揃えていきましょう。6隻作ります。で最後に潜水艦ですね、潜水艦も安いものでいいのでお金が一番かからないものをピックアップしましょう。これを16隻ほど作りましょう。おっと鉄がなくなってる。しょうがないな、一旦見送ります。では沖縄にいる艦隊に提督を任命していきましょう。乗っていないところにはもう全部乗せます。ちょっと待って、できるだけただ従順とかに乗せたいので艦隊の規模見て決めよう。第12艦隊の方が従順があるね。従順に人をまずは乗せていきます。結局中将以上じゃないと戦艦に乗れないとかそういう制約が出てきてしまうんで、できるだけ早くみんな昇進してほしいという思いですね。なんで軽巡従順にバリバリと人を乗せていく必要があります。で人を乗せたらしっかりと活躍してもらいたいので、特にね砲撃戦になるような場合だと小さい船駆逐艦とかになってくるとなかなかね活躍の場がないんで、そこがね難しいところっていうのと、PC 版と PS2 版の一番の違いっていうのは艦隊16艦隊編成は同じなんですけど、そのうち1艦だけ引き抜いて、敵艦隊に近づくとかおとりになるとかっていう動きがちょっとできないので、なおのことね本当に
小さい艦艇は小さい艦艇でまとめちゃった方がいいのかなっていう感じがします。例えば戦艦に駆逐艦をいっぱいつけたとしても駆逐艦の出番がないんですよね。戦艦の砲撃戦ができる射程で戦うと駆逐艦は何もできないと。で逆に近づくとね、戦艦が敵の駆逐艦の魚雷攻撃の的になってしまうっていうのもあるんで、まあ、もちろん随伴する駆逐艦は戦艦につけてあげる必要はあるんですけど、まあ、バランスはね、戦艦は戦艦従順を多めにするとか、逆に駆逐艦はね、軽巡駆逐艦中心に構成するとかっていう艦隊編成の妙っていうのが必要になってくるんじゃないかなというふうに個人的には思います。さあこれで一通り全部配備済みかな。いやここは全部配備済みになってるね。では今回出撃する艦隊には人は全部乗ったということで、第1、第2、第12艦隊出撃していきましょう。まずはね、艦隊戦どんなもんかいというのをね見てもらうのが先だと思うので、では時間を進めて南シナ海へ突入と同時に、戦争開始です。参戦は第1、第2、第12と全艦隊を突撃させていきます。で今回スパイ入れてないんですけども、敵の飛行場は2つ、敵の艦隊は1つです。場所はね、もう何度もプレイしてるので分かってしまってはいますが、夜間に入っていきましょう。夜間はね、特にちょっと画面見づらくて皆さんストレス感じるかもしれないんですけれども、我慢して、ちょっとお付き合いをね、日の出までいただければと思います。もう俯瞰的に見る位置づけになってないっていうのがね、早速見づらいんですよね。じゃあまず、第一艦隊からね、動かしていきましょう。敵の飛行場はここです。で、第二艦隊は、二つ目の飛行場のあるここに行きましょう。で、第三艦隊だけは、攻撃方針は臨機応変で、索敵方針は、任せるで進めていきましょう。じゃあこれでいいですね。あとはね、勝敵プレイの方が進んでいきます。敵の艦隊が1個艦隊、空母が1、あとはクルーザー級、まあ巡洋艦ですね、それに駆逐艦の7隻のイギリス軍第4艦隊がこの南シナ海に駐留してるんで、その第4艦隊を叩きに行きます。で夜は夜でね、画面がやっぱり結構暗いですね、しっかり。まあ、しずしずと進んでいる感じですが、敵の艦隊が発見したら、あるいは敵の航空基地が発見されたら一変します。敵飛行場発見。さあ敵の飛行場発見しましたね。第一艦隊に攻撃を指示しましょう。敵艦隊発見。さあ第二艦隊も敵艦隊発見しましたね。第2、第12艦隊に敵の艦隊の迎撃に当たってもらい、第1艦隊は敵の飛行場の攻撃に入ります。今映ってるのは第1艦隊ですね。画面に映ってる早いな、駆逐艦が沈没するのが。初島が沈没しましたね。で画面の右下にマップ出てると思うんですけど、これでねカメラのアングルも出てるので、自分でカメラのアングル変えることもできるんですが、 PC 版のように俯瞰的な位置づけにすることは残念ながらできません。早いね。
艦を2隻失ったか早く。第2艦隊はどうなってる？敵と交戦中ですね。画面手前が敵艦隊ですね。画面奥に見えているのが第2艦隊です。第12艦隊の到着がちょっと遅れてる分、ダメージが出てますかね。了解。味方艦隊より入電。敵艦隊撃滅。さあ敵の飛行場は3分の1削りましたね。さあ敵艦隊一旦見失ったので第2艦隊は飛行場攻撃に向かいましょう。で第12艦隊はまた移動しちゃいます。第1艦隊の敵飛行場攻撃は半分以上は削り取りましたかね。で今深夜の1時半を回ってもうすぐ2時という時間帯なんですけど、夜明けまでに第1飛行場が破壊できれば大きいかな。で、第12艦隊も一度敵の飛行場攻撃に向かいましょう。発見できない限りはね、一旦このままにしておいて、夜明けと同時に低圧殺機を飛ばして敵艦隊を見つけたら、敵艦隊の攻撃に向かわせましょう。敵飛行場発見した？早いね。では第2艦隊第3艦隊は攻撃を第2飛行場に向かわせて、第1艦隊だけでまずはね、飛行場1つ目を破壊しちゃいましょう。了解。夜明けまでに破壊が終わらないかもしれないな。雨が降ってきてくれればねありがたいんですけど、ちょっとそうはいかなそうな気配がありますね。第2艦隊も敵基地攻撃に入りましたね。でこちらが第1艦隊が攻撃している第1飛行場ですが、日の出まであと52分、まあ、5時ぐらいに日の出に迎える感じだな。ということは第1飛行場の攻撃は終わるな。なので第1艦隊も敵の飛行場攻撃に向かいましょう。敵飛行場撃滅。一つ目の飛行場破壊が完了です。なので二つ目の飛行場の攻撃に入っています。夜が明けると敵の航空機が飛んでくるという状態になりますね。まあ、ただ艦砲射撃も順調に進んでるんで、さあ夜が明けた、偵察機を飛ばします。了解。了解。
で、第一艦隊にはね、一応航空隊も入ってるので、航空隊も飛ばしましょう。さあ、偵察機が飛び出しましたね。さあ、敵の直縁が飛び出してますね。画面手前にいるあるのが敵の飛行場です。第2艦隊、航空隊戦艦大破は痛いな。航空隊着艦、航空隊着艦。ただ敵の飛行場破壊ですね。こんな感じでね、ちょっと回線の方が、PC 版に比べると操作面で、自由度がちょっと低いかなというところはあるんですが、まあ見た目はね、僕はこっちの方も好きです。では戦艦見ていきましょう。まずは、味方駆逐艦がどうだ。結構失ってるな。それなりに損害が出てしまいましたね。まあ、損害は出ましたが、予定通り南シナ海は取ったので、このままシンガポール攻略に向けて、進めていきたいというふうに思いますが、まあ、キリもいいですし、30分経ちますので、今回はね、第1回目ということで、ここまでにさせていただきたいというふうに思います。で、次回以降は、この続きとしてですね、しっかりと、シンガポール、さらには、レイテと、攻略の方を進めていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。